じゃあ、こんにちは。はい、はい、豊さん、はい、今日も3連戦を振り返るの時間です。はいはい、はい、来ましたね。うん、まあ梅雨で猛暑という、はい、なんかこんなでしたっけ、まあ、ちょっと最悪のコンディションだな、もう選手にとってはね、うん、なんかまた雨が降ったあと晴れるっていうのは試合はできるけど、うん、こう蒸発するもので最悪なコンディションでしょうね。まあ、暑いし、まあそうだね、こう湿気でね、まあ、そうだね。まあ今回も1試合ね、うん、雨で中止になったけども、うんうんうん、まあそういうね雨の影響も出ながら、暑さの影響もね、まあまあ、猛暑の中ね、本当にあのピッチャーを映し出すともう大汗かいてるよね。もう仕方ないよね、これは。1回ごとにアンダーシャツ変えなきゃいけないんじゃないかっていう話ですよね。もちろんやっぱりね、ユニフォームね変えてる選手はいるわと。うん、まあ、そのぐらい、ね、あの汗はかいてるね。なんかね、あの熱中症の症状になってしまったピッチャーもいるしな、ピッチャーもね、いたりして大変ですけれども、はい、まあ後でねちょっと説明するけども、はい、さあ看板やちいちゃん今日もよろしくということで、はい、よろしくお願いします。はい、まずセリーグ、はい、はい、セリーグはもともと巨人と中日が2試合の予定で、はい、他は普通カードは3試合ありましたけれども、はい、ということで、DeNA とヤクルトは DeNA が2勝1敗の勝ち越し、はい、広島阪神は阪神が2勝1敗の勝ち越し、はい、巨人と中日は1勝1敗ずつということでした。はいはい、まずは DeNA ヤクルトから、うん、ね、石田、浜口、平、はい、ね、石田はルーキーの方ね、あの、はい、そうですね、はい、うん、ヤクルトは吉村、山野、うん、ヤフーレ、はい、ということで、はい、1試合目6対4、うん、ね、石田が勝ちました、ねえ、デビューから3戦3勝ということで素晴らしい。まあこの日はね、まあ、そんなには良くなかったんだよね、うん、まあでもしっかりゲームを作るという意味では、まあ、5回86球、はい、5安打4三振2四球の2失点という、うん、まあうまくまとめたなという感じがしたんだけども、うん、まあ2回渡来の先制タイムリーで2点を取るんだよね、はい、まあ、先制タイムリー2塁打で、うん、で後ろにこう映り込んでた石田が飛び跳ねて万歳しながらぴょんぴょんしてるという、うん、まあやっぱこう純粋に野球をねやってるなという感じがするんだよね、うん、もう忘れてほしくないですね、そういう気持ちはね。まあそうだな、ずっと、いや本当そうだね、うん、まあ点を取ったら嬉しいだろうけども、うん、まああとしっかり抑えるというね、うん、まあそういう気持ちも大事だけども、はい、まあ純粋に喜ぶというね気持ちも大事かなというふうに思います。で4回には5本のヒットを集めて4点を取り、はい、まあ、ほぼ勝負を決めるんだよね、うん、まあ、その中で渡来が3安打3打点、はい、ね、うん、まあ非常にいい活躍をするなという感じはするけども、で佐野が2安打2打点というね、うん、まあ、佐野も非常に緊張感があるというかね、うんうん、まあ、打たないとベンチに座らされるということで、うん、まあ、非常にいい、活躍をしてるね、はい、それで、まあ、ヤクルトの方は2番宮本が全部出塁してるんだよね、うんうん、3安打2四球ということで、はい、5回全部出塁してるんだよ、5打席で、うんうん、しかし1回もホームに帰ってきてないという、うん、得点できずということで、はい、これはやっぱオスナがまあ3番に入ってね、この時にね、まあ1安打、村上が5打数ノーヒットな、まあ3、4番がブレーキになっちゃったという、うん、まあここで1本出てたら、この6対4のゲームも、ちょっと様相は変わったと思うんだけども、まあせっかくやっぱこうね、まあ1番もあんまり出てないんだけども、うん、宮本が2番に入って、うん、3打2四球素晴らしい活躍をしてる、うん、その中で3、4番がブレーキになったというね、うん、で石田が勝ち投手になったという、はい、まあ非常に勝ち運を持ってるのかなというね、うん、まあそういうピッチャーだなという感じがしました。はい、はい、で2試合目、5対3、うん、ヤクルト、はい、この試合はちょっともったいなかったんだけども、うん、まあ、DeNA の方はね、うん、まあ、ヤクルトの方はよくひっくり返したなっていうような感じがするんだけどね、はい、まあ、初回牧野先制スリーラン、うん、まあ、桑原が二塁打、渡来がデッドボールのランナーを置いて牧がスリーランホームランを打って先制をしてくれる、はい、でしかし浜ちゃん、うん、よく聞いといてよ、うん、4回101球5安打三振4四球の2失点という、うん、球数が多いわ。多いんですね、100球超えてますもんね、ま、でね4回でねこのね、うん、暑くて3点取ってたら
もうちょっとスイスイ行っといてくれよと。4回で101球これを集中して守ってたらやっぱ攻撃のリズムは悪くなるわ、ね、この4フォアボールっていうのがまたそういったところにも影響してますかね。まあそうだね、まあ元々フォアボールのさ、うん、多いピッチャーなんだけども、うん、やっぱ3点取ってもらって、うん、で4回に101球もかかってたらやっぱ相当守る時間が長いよね、うん、で一方山の7回99球3安打2三振、無四球の1デッドボールの3失点これ初回の3点だけで抑えたんだよ。こっちは逆に対照的に、うん、尻上がりに調子が良くなってきたというね、うん、まあちょっとあの初回だけもったいなかったんだけども、うん、非常にゲームを作れるピッチャーだね、うんうんね、豊さんのね高校の後輩ですね。そうでヤクルトがね7回に村上が坂本から同点タイムリーを打って3対3にするんだよ、はい、同点で迎えた9回2アウトランナーなしから、うん、宮本ヒット、うん、ダイソー並木、うん、ねね、で盗塁、うん、まあその時にねちょっと肩脱臼かなねえあちょっとしちゃったんだけどちょっと心配でしたけどね、はい、まあでも盗塁は成功してね、はい、で村上を申告敬遠、うん、でサンタナ勝負行くんだよ、はい、でサンタナって、うん、今一番いいバッターなんだよねセ・リーグでは率の高いってことですね。まあそうだね、うん、まあ村上も怖いけどサンタナ勝負かと思って、うん、で落ちるボールで追い込んでたんだよ、うん、だこれ落ちるボールだといいなと意表をついてインハイかなって思ってたの、うん、そしたらね、何を思ったか外のまっすぐなんだよ。あで一番外国人では手が伸びてまあまあ当たるという、うんうん、ようなポジションなんだよね、はいはい、なんでそこに投げだったのかなっていうね。それはこれは、うん、俺は、うん、あんま配球のことは言いたくないけども、はい、まあこれは結果論だからね、打たれたからそう言うんだろうっていうかもわからないけども、うんうん、いやでもあそこで外のまっすぐだけはなかったかなと思うんだよね。うん、他落ちるボールでもう一回行くとか、うん、やっぱりその落ちるボールをバッターがケアしてると思ったらインサイドの速いボール行って詰まらせるとかそうだったと俺は思うんだよね。うん、だけど外のまっすぐ行った、うん、これは意表をついたのかもわからないけども、うん、まあ、サンタナがうまくライト線に打ったんだよ、はい、ここでまた変なことが起きるんだよ。申告敬遠の村上が一塁二塁を回ホームに、うん、帰ってきてるのに、うん、渡来はライト線のボールをセカンドに繋ぐんだよね。ホームに繋がないんだよ、うん、で牧と一塁手は一塁線にいてホームに投げてくるもんだと思って待ってんだけど、うん、それをトンチンカンなセカンドに投げてんだよ、はい、えこれ簡単に1点やるみたいな。もう1点、うんうん、1点はしょうがないんだけどさ、セカンドに投入されてるから申告敬遠の村上一塁ランナーは刺しに行かないかって、ね、だからちょっとびっくりしたんだよね、あの渡来の感性を。それはもう瞬時の判断で当然2塁ではなくっていうところですよね。いやでも横浜スタジアムってさ、うん、狭いから、うん、やっぱホームにチャンスがあるんだよね、うん、それはもちろんその 100m とかあって、うん、非常に守りにくい球場であればね、うん、ファールグラウンドが広くて、まあ、セカンドにつなぐしかなかったっていうことは言えるかもわからないけども、横浜スタジアムでライト線に行ってそれもサンタナがいてサンタナの打球だからまあそんなに浅くは守れないよね、うん、そうなってくるとホームにつなぐのが当然なんだよ、うん、だからここら辺のやっぱりちょっとちゃんと教えとかないと、うん、渡来これ将来的に守れない外野手になっちゃうよね。うん、だからここら辺はやっぱりこうしっかり話し合って野球を教えとかなきゃいかんなっていうような感じがするね。これでもなかなか難しいですよね、そのなんていうのかな、瞬時の判断でそれをしなきゃいけないから、瞬時の判断だったら外野手ってカットマンがどこにいるかって見るんだよね、うん、そしたらホームに繋いでんだよ牧も、うん、みんながホームへ、うんうん、待ってんだよ、うん、あれみたいな
どう投げてんの？それはじゃあすごい修正が効くということですか？まあまあ多分ね、カットマンがいるところに投げなさいと、まあ、とにかく投げなさいということだよ、うん、はい。まあちょっとね、まあそういうことで5対3負けました、うん、DeNA はね、はい。まあ、ヤクルトは本当に初回の3点をね、うん、地味に返していったけども、はい、まあ最後にひっくり返したと、うん、で3試合目、はい、3対0、うん、DeNA ね、平完封 ね、初完封です。おで9回113球、うん、7安打5三振、無四球 無失点という。素晴らしい。いやこの四球もデッドボールもなかったっていうのも大きい。でね、この試合ではね、非常に関根が頑張った。まあ、ね、4回ね。トレンドに入るぐらいすごかったみたいですよ。いや、すごかった。あのね、まあ、4回、西川がね、先頭打者で、レフト線にポテーンと落とすんだよ、うんうん、あ完全にツーベースだなと思ったらもうチャージかけてさ、関根がセカンドで投げた。そしたら牧が、牧のタッチも良かったね。で西川を刺すんだよ、うん、これノーアウトランナーセカンドだったら完封はなかったのも分からん、うん、いやだけどあそこで刺してくれたっていうのも大きいし、うん、なんかサンタナのライナーもね前に突っ込んできて取るし、うん、いや関根が当たってたね今日ねえ、うん、しかもね西川選手って言ったら盗塁王を何度も取ってるような、いやそうだよ選手ですもんね。そうそうそう、で、うん、抜いてるわけじゃないから ね迷ってるわけでもないし、もう最初から行く気で走ってたしね。だから刺してるし、まあ、関根も飛び込む、横に飛び込む、前に突っ込んでくる、うん、本当に平を助けてあげたよね。この外野手争いがすごくいい効果が出てるんでしょうかね、DeNA。いやまあそうかもわからんな、ね、本当にね。で、誰やで、サンタナの打球だったかな、一瞬ライトに入るんだよね。あ、いやだけど我慢してさ、こらえて出てくるのを待ってて、パンと掴んだけど、ライトっていうか白棒の中でこう、なんかこうライトっていうのは守備のライトじゃなくて、いやライトライト電気のライトですよね。そう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 、ね、まあそこに入って、うん、まあね取ったけども、すごいね。まあ点の取り方は強打が内野ゴロで、1点というね、うん、で牧が追加点、うん、まあ、佐野がタイムリーということで、まあ9回見てたけども、ワンアウトから青木がヒット、うん、でツーアウトになってから代打山田で、ライト前っていうか、まあ抜けそうなのを牧が取って、うん、内野安打だけども一三塁を作られた、うん、ツーアウト一三塁、バッター宮本、うん、ね、DeNA 戦ではよく当たってた。で次のネクストが村上なんだよ、うん、まあもちろん宮本にヒットを打たれたら完封もなかったんだけども、うん、宮本アルカスのようなことだったらツーアウト満塁で村上、うん、こら嫌だろうなと思って見てたら、うん、見事に三振を取った、ね、宮本をね、少し高めのまっすぐ、まっすぐで行ったけども最後、うん、まあ、見事な完封だった ねでね、ここのとこね、リリーフがよく頑張って投げてくれてたんだ、うん、まあ、だけどこれ平がね休ませてあげたというのはね、リリーフ陣を、これは大きな一勝になったと思うわ。また今日は本当に暑かったですからね。いや暑かったし、この中でね、うん、まあ、沖縄出身だなと思ったよやっぱ暑さ強いなと思いながら、ね、本当、まあ、あるかもわからないよね、うん、いや見事なね完封勝ちです、うん、ということで、DeNA が2勝1敗というね、うん、はい、はい、続きまして、はい、広島阪神、はい、まあ、阪神が2勝するんだけども、うん、まあ、広島森下栗、アドア、うん、で阪神は才木、大竹、村上というね、はい、ことだったんだけども、まあ初戦は3対0阪神、うん、この試合はね森下と才木両方とも全く譲らなかったね、うん、で森下8回126球、125球、はい、4安打9三振1四球の無失点という、はい、で才木7回113球、うん、1安打、うん、1安打だもんな7回ね、あ6三振、うん、2四球の無失点という、はい、もうこのピッチャーが投げたらね、うん、2人とも、うん、これ決着つかないなと思って見てた、うんうん、点が取れないから、そうそうでね10回ワンアウトから小畑がフォアボールで出る、う
ね、で次の打者島田のライト前のヒットで、はい、三塁に向かうんだ、うん、俺アウトだと思ったよ、よく走ったなと思って、はい、うん、だけどそれを見た野間がまあ焦ったのかどうかわからないけども、うん、早急エラーしちゃうんだよね、まあ、カバーリングも、あまりいいところに入ってなくて、あのカメラマン席かなんかに入るんだよね、はい、でテイクワンベースで1点を取られるという、うん、うん、その後やっぱこうね気落ちしたのか近本中野がタイムリーとして、まあ、3点を取るという、うんうん、この試合で負け投手になったのが島内、はい、ずっとやっぱこうここのとこ点を取られるんだよね、そうなんですよね、うん、3分の1回、うん、ね、19球、うん、2安打1つの三振1つのフォアボールで三振と、あの3失点と、ちょっと心配やなと、なんかちょっとある時期から少しなんか調子がやっぱだいぶ疲れてると思うよ、うんうんうん、だからここら辺は少し休ませるか、うん、なんかした方がいいかなっていうような気はします、はい、まあだけどこの島田のヒットね、うん、で普通島田ってあんまりこうダイソーしか出なかったりだとか、うんうん、打席に立つチャンスがなかったんだよね、はい、で近本がやっぱ調子を崩した時に、うん、キンキンで1番、はい、センター島田で入ってるんだよ、うん、でねこういうことがこの試合につながったね、近本が出てるんだけど、まあ、島田が出ていって、まあ、ヒットを打つという、やっぱ打席に慣れてるっていうことがやっぱこの10回に、効いてるなという感じがした。なるほど。だからやっぱベンチのいる人間っていうのもある程度機会があったら使っとかないとこういう仕事ができないっていうことが非常に分かるようなシーンだったね。ちょっと経験の中に入れておかないとってことですか、うん、まあ、まあそうだ ね、 だね。で2試合目、はい、2対1、阪神、はい、ね、ここもねやっぱ投げ合いが見事だったな、ね、まあ、大竹、はい、7回97球、うん、2安打1つの三振、はい、無四球1失点という、はい、でねこの大竹が緩急差が74球、うんうん、あるんだよ、うん、74キロ、うん、ね、緩急の差がね、うん、まっすぐピョンと投げる、うん、もうほんとふわっとして投げる、この緩急差が74キロぐらいあるの。だからね、なんかねバッターとしたらそういう遅いボールって打ちにいけないんだよね、なかなか、もったいなくて、なんか一般的に考えたら遅いと打てるんじゃないかっていう感覚は違うんですね。いやちょっと違うな、全部が遅ければそれは打てるけどって話ですね。まあまあそうそう、うん、だからパッと想像もしてないような遅いボールが来るとやっぱ打ちにくいんだよね、打てないんだよ、タイミング、それともったいないっていうことが頭に脳裏に焼き付くんだよね、や振りに行くのはね、うん、なんか失敗するのがもったいないという、うん、だからこれあの打者心理をねよく考えた、本当にあのもうねここら辺から分かるんだよ遅いボールが来るって、でも想像よりもっと遅いから打ちに行けないんだよねすごい、うん、でも度胸が座ってないとやっぱ投げられないよあのボールっていうのは、それとランナーがいる時も投げるから、うん、いやだからちょっと困るなと思う。で九里、はい、6回103球、うん、8安打4三振1四球2失点というね、うん、この試合はねもう栗は里照にやられたね。なるほど、この試合はもう野手では里照1人、うん、2回に、まあ、4号ソロで先制、まあ久しぶりに見たね、まだ完璧ではないけど、うん、ちょっと上がりすぎだなっていうふうには思うけど、はい、まあまあね久しぶりのホームラン、ね、で5回にはその里照のエラーから、うん、矢野が同点タイムリーというね、うん、まあ、やっぱりエラーが点になったかみたいな。なるほど。で、すかさずその6回、うん、表ね、うん、前側のヒット、うん、大山ゲッツー、はい、ああこれ流れ悪いわって、うん、ね、同点に追いつかれて、ね、ね、すぐさま先頭が出たのにゲッツーと、うん、しかし救ったのが里照、うん、5号ソロホームランで、まあ、勝ち越しという、ね、うん、まあその勝ち越した点を守って、うん、ね、まあ、勝利をしたという、う
ね。ね。うん。サトテルデーですね。まあそうだな。サトテルデーだな。まあ、趣味でちょっとね、あったのも自分で取り返すと。うん、そうだね、うん。そういう意味では、うん、ゲッツの後にサトテルがホームラン打って助けるとか、うん、まあ非常に、まあ、2点しか取れてない、はい、まあ、前回は前の日は3点しか取れてない、うん、これも延長でね、うん、まあ、だけどちょっとずつ上向きにはなってきてるなという阪神がね、うん、なるほど、うん、ただ問題は広島、うん、昨日の先発才木から1安打、今日の大竹からは2安打しか打ててないという先発からね、うん、まあ、トータル的には5安打とか6安打で試合は終わってんだけども、うん、今日のというか昨日のね、うん、だからね、先発からやっぱ打ててないということ、うん、チャンスを作れてないということが非常にちょっと問題だなっていうふうに思ったね。なるほど。で、今日です、はい、7対5、うん、広島、はい、ね、広島がね、うん、まあ、打ててないからオーダーを変えてくるんだ、うん、で、秋山1番、これは変わらないんだけど、はい、まあ、矢野が2番に入り、小園3番、まあ、坂倉、野間、石原、菊池、堂林といくんで、まあ、ベテランを後ろに下げたんだよ、うん、で、これでどうすんのかなと思ってたら、うん、まあ、初回秋山が、はい、ヒットで出る、うん、初球エンドラン、空振り、うん、梅野が暴投、ランナーサード、うん、で、矢野が先制タイムリーという、ね、とにかくこの日はね、エンドランを仕掛けてくるんだ、うん、で、盗塁も4つぐらいしてるという、やっぱりこう、打てない中でのこう作戦というと、やっぱ走るとかそういったことなんですか？ひちゃめちゃかにしてやるみたいないや、ただね、うん、監督としては度胸がいると思うよ、この作戦は、うん、やっぱ失敗したら滑稽だもん、うん、いや、だけど、新井監督は度胸決めたね、この試合は、うん、いや、このまま動かないことには点が入らないし打てないって、もう最終の打開策みたいな感じですか？まあそうだね、うんうん、だからもうとにかく足で攻めるということを、うんうん、今日のテーマとして、攻めていったね、うん、その積極性が先制点を生むんだけども、はい、まあ2回ね、うん、2つのフォアボールから、阪神はチャンスをもらい、うん、まあ、一気に3点を取るんだよ、うん、まあ、小畑、村上、近本の犠牲フライ、うん、まあ、下位打線にね、フォアボール、フォアボールで出して送られて、うん、小畑にタイムリー、村上にもプロ入り初タイムリー、うん、で、近本にセンターに犠牲フライという、まあ、最悪な点の取られ方だよね、うん、で、野手はもう今日にかけて攻めようと思ってるのに、まあ、なんて言うんだろう、こういうなんかフォアボール絡みの失点をしてしまったというね、うん、まあ、しかし4回5回に、まあ、1点ずつを返し、うん、同点で迎えた8回、はい、ここから面白かったな小園がヒット、はい、まずね、うん、ダイソー初期、坂倉倒れてワンアウト後、はい、ここピッチャーが変わってるんですよね、あこの8回からね、村上から島本にね、うん、で、ワンアウト後初期盗塁、はい、一瞬アウトかなと思ったけど手が早いんだね、あれ、うーん、セーフ、まあ、リクエスト出したけどセーフになったという、うん、もうね、ほんとギリッギリだよ、すごい、よく走ったなと思ってねこの展開ででもやっぱ盗塁をする人っていうのはそのぐらいの気持ちで走らないとなんでしょう。いや、もうしょうがないよねもう割り切るしかないんだよ、割り切ってね、で、ワンアウト二塁になって、はい、野間を敬遠気味でフォアボールに出す、うん、はい、で、ワンアウト一二塁、うん、で、打者石原の時に、うんうん、はい、投手を島本から石井に変えるんだよね、そうですね、うん、阪神ベンチはね、うん、そしたらまたその初球ハツキが3投。すごいよね。これも俺アウトだと思ったよ。でもやっぱスライディング早いんだね。なんかもう、スッと入るでしょうね。いや、もうギリギリだよ、うん。うわ、また走ったと思って、うん。いや、そんなに隙はなかったと思うんだけども、うん、まあ、あるとしたら初球ぐらいだよね。これなぜかというと、バッターに集中したいもんね。ピッチャーは。うん、しかも心理的には、ね。変わったばかりのね。そう、それと同点だしね。うん、で、石原が歩くのかな、うん、フォアボール、そうそう、敬遠気味でね、敬遠気味でね、
で結局その一塁走者だった野間選手も盗塁してるんですよね。だから結局のその時でもう2、3塁だったんだけれどももう敬遠になったので、そうそう、ね、2、3塁だから1塁空いてるから敬遠になった、詰めたんだよ。それなぜかというとやっぱゲッツー取りたいとか、ね、まあいろいろあったんだよね、うんうん、でワンアウト満塁になって菊池が、うん、梅ちゃんは度胸座ってるというかさ、うん、落ちるボールフォークボール縦スラの落ちるボールで菊池を三振に取るんだよ。ねえ、何かあったらもう点入っちゃうもんね、うん、そうそう、で、ツーアウト満塁、うん、ね、バッター堂林、はい、初球何投げるかと思ったらやっぱ縦スラだったと思うんだけど、うん、投げるんだよね、うん、それがワンバウンドして弾くの、うん、おしさら初期迷いなく来たねすごいね。で、タイミングはアウト、うん、だけど、かいくぐったな、うんうん、かいくぐりすごいですね、この1、2、いやもうね、ほんと紙一重っていうのはこのことだと思うんだけど、うん、初期の走塁で阪神はぐしゃぐしゃされたね、あ走りもありましたね、うん、うん、いやそれでまあ勝ち越しと、うん、で続く堂林がね、はい、まあ、2点タイムリー、うん、で代打二俣が、まあ、センターへタイムリーをして、うん、まあ、一気にね4点取り7対3になるんだよね、うん、で阪神は9回に2点を返すんだけども、ね、まあ7対5と、うん、いうことで、勝敗を決するんだけども、はい、やっぱなんていうのかな、新井監督の執念というか、うん、今日はもうとにかく動いて勝つという、で村上にも相性があまりもう良くないということで、うん、何かを変えてくる、もう足に全てをかけたというね、まあ、エンダランとか盗塁とか、うん、だから見事だったね、この采配というのはね、もうあまりにもっていう 1,2 戦だったっていうのがこの3試合目を生んだっていうふうなこともありますね、まあ、こともあるね、うん、まあ、それと阪神の方は失点の仕方が、初回はあのエンドランが空振りになって盗塁を誘おうとしたのが、まあ、暴投になり、うん、ノーアウトランナーサードになる、はい、それからのタイムリー、うん、で村上がワイルドピッチで1点取られるとか、うん、で石井がやっぱこう梅ちゃんが止めきれずにワイルドピッチで失点をするという、うん、まあ3点ぐらい無駄な点があるんだよね、うん、まあ、これは広島が積極的に来たっていうことが、うん、まあ、関係してるとは思うけども、ちょっと阪神らしからぬ点の取られ方をしたね。なるほど。だからこれが尾を引かないようにした方がいいのと、うん、まあ、広島はやっぱこういう野球柔軟性があるなと思う、まあ、特に広島に対しては柔軟性って言ってるけども、うん、やっぱこういうところでは何でもできるね。なるほど、うん、うん、で忘れちゃいけないのが2回、はい、3点を取られて、うん、その後、うん、菊池が大ファインプレーするんだよ。おー、だからあれがね、うん、ポテンと落ちてたりとかしてたら、うん、多分ね、この試合はね、そのまま終わってたと思うわ。うん、まあ、だけど、まあ、菊池のやっぱプレーっていうのはすごいプレーをしてくれるね。まあ、見事ですね。うん、まあ、見事でした。はい。はい、まあ、そういう試合でした。はい。まあ、広島はね、この試合で多分勢いを多分取り戻すと思うわ。うん。なるほど。ね。はい。はい、ということでした。はい。で、続いては、巨人対中日。うん。ね。山崎、井上、うん、ね、中日は小笠原、涌井ということで、はい、まあ、昨シーズンから、5連勝中だった、うん、山崎より、はい、ね、地方球場ということ、うん、ね、松本、そうそう、うん、で地方球場で5連勝中だったんだよね、はい、だけど、まあ、だから地方球場が大好きだったじゃんピッチャーなんだよ、うん、まあ、好きかどうかわからないけど、まあ、勝つんだよね、なるほどね、うん、5連勝中だったんだけど、まあ、土をつけたというね、うん、はい、2回、はい、大城二塁打、はい、岸田が送り若林が低めの、まあ、変化球だな、うん、これを思いっきり拾ってレフトへタイムリー先制というね、うん、で5回にはロドリゲスがヒット、はい、小笠原が送り福永がツーランホームランで逆転、はい、いやー福永やっぱ献身的だねこの子はまあ、とにかく一生懸命やる姿がいいね、うん、
それでこの試合で目についたのは、はい、目を引いたのは、うん、まあ、7回途中で小笠原から清水、うん、ね、が長野三振、うん、ね、でその後松山マルティネスって、うん、繋いでいくんだけど、はい、まあ完璧だったね、うん、うん、やっぱりリリーフ陣はいいなと思ってね、うん、でまあ中日は攻撃陣、うん、ちょっと心配なのは、はい、8回9回ってやっぱ勝負どころなんだよね、うん、この時にゲッツーを2イニング連続で打ってるんで、こういうのはやっぱ流れを変えかねないから、うん、2対1という僅差でいってる時にはやっぱしっかり送ってみるとか、うん、まあバントがダブルプレーになったんだけどね、はい、うん、一つはね、うん、いやだけどこういうところはやっぱきっちり決めないといかんなっていうようなね、まあそんな感じがした、うん、8回、もうね8回9回確かに、ね、8回9回って中日のピッチャーっていいから完璧なんだけども、うん、だから8回9回に2イニング連続ゲッツーなんていうのは普通ありえないから、うん、まあ、序盤だったらいいけどさ、うん、もう8回9回で2対1、うん、この点差でいっててやっぱ8回9回のゲッツーはちょっと怖かったね。なるほど、あ、これは流れが変わるかなっていう、うん、それと巨人、はい、7回ワンアウトから、まあ、大城ヒット、うん、ダイソー増田、はい、ここで岸田次のバッターが、はい、プッシュバントをするんだよね、うん、まあ、アウトになり二塁へ送るんだけども、はい、まあ、代打長野が三振というね、うん、まあ、清水からね先ほど言ったけど、はい、ここどうなんかなと思うねいやこれは別にこれでもいいとは思うよ、はい、2対1だし、うん、1点を取りに行ってまずは同点を狙うという、うん、これはこれで仕方ないと思う、はい、いやしかしこういう野球がずっと続いてきてるんだよね、うん、だからバントで送るとか、うん、いやそうじゃなくて岸田って打てるキャッチャーなんだよね、うん、まあ、そうなったらやっぱダイソー増田を送るんだったら例えばエンドランとか増田に勝負させるとか、うん、まあ自由に打ってもいいかなっていうふうに思うんだよね。なるほど。いやだからなんかねもう少し一気に逆転を狙うようなそういうことを考えてもいいのかなっていうふうには思うよね。まあこれ岸田の起点でプッシュバントやったのかもわからないけども、うん、まあだけどなんかすごくなんて言うんだろうな、ちまちましてるというかなんかあれですね、もうちょっといい表現ないかな、小さくなってるってこと、ちょっとちっちゃくなってるんかなっていうには感じるね、うん、ね、なんかそれを求められるっていう時もありますけども、それはもちろんある。まあこうずっとそういうパターン化になってくるとちょっとまずいかなっていうところですか、うん、なんかこうストレスが溜まってきてるんじゃないかなっていうような気もするけども、ね、でそれがきちっとハマって全部が成功してればまた話が別なんでしょうけど、うん、いやもう全然それが正しくなるけどね。そうでしょうね。だからこれも間違いでは俺はないとは思うんだけども、うん、そうそうね、ちょっと変えてもいいかなっていうような感じはするよね。なるほど。なんかちょっと変なスパイラルっていうかね、まあ、まあそうだね、ちょっとなんかおかしな感じになってるかなっていうところですかね。はい、はい、2試合目、はい、6対1巨人、うん、ねえ、ね、これは井上春人、はい、ね、地元で快投ということで前橋、ああ、ねえ、群馬、ね、まあ、地元です。なんかあれよね、よくこの球場でもいろんな思いをしましたっていうふうに言ってたからやっぱ甲子園行けませんでしたけどみたいな、そうそう、思い出のある球場でしょうから ね、 ね、まあ、お父さんお母さん勝ったよみたいな、なんかね、他の親戚も来てたみたいな、ね、まあそうだねまあそのピッチング、うん、8回97球、うん、まあね、省エネで行ったね、暑い日に、うん、で5安打、はい、7三振2つのフォアボールの無失点というね、うん、だから、まあ、安倍監督を曰く、いつも地元で投げてると思って投げてくれと。なかなか難しいけどね。確かに分かるよね、気持ちはね。なんかその誰かいてくれたら、その代わりになるかもね。あ、本当今日もお父さんがとか、今日も、まあ、そうだな、ね、誰かがみたいなね、ね来てるっていう。まあ、それで涌井がね、うん、投げ合ったんだけど、4回3分の1、はい、75球、うん、4安打。2三振2四球の4失点というね、はい、これねちょっと緊急降板になったんだよね。ね、ちょっとあのベンチからピッチングコーチが行って、うん、ちょっと様子がおかしいということで、うん、まあ、ベンチに引っ込んでそのまま交代になったんだけども、
まあ熱中症の疑いがあったということで ねいやまさに本当危ないですよこの暑さは。まあそうだね、うん、まあ、また群馬暑いからね。そうそう、うん、ね、またそんな中でねピッチャーはね本当に暑さとの戦いもありますね。いやもう大変だよね、うん、で、まあ、3回、はい、この試合はねヘルナンデスの5号スリーランで先制、はい、まあインサイドの高め、うん、うまく打つねやっぱり、うんうん、やっぱあそこをああいうふうなホームランできるということは、まあ、ここら辺の球だったけどね、なんかこう完璧にピャンと出てなんて言うんだろう、まあ、非常にコンパクトに出すし、うん、まあ、非常にいいバットさばきをするね、うんうんうん、で5回には吉川の犠牲フライ、はい、まあ、8回には岡本大城の連続タイムリーというね、うんうん、まあ、中日は巨人の7安打よりは8安打を打つけども、うん、まあ、つながらないということで ね、うん、まあ、井上の、うん、まあ、回答が光ったというね、はい、まあ、試合だった ね、うんうん、ね、これ地元で投げるっていうのは嫌じゃないのかな。人によりそうですよね。いや俺はでも本当に嫌だったけどね、なんかこう変に意識して平常心でできないっていう場合が嫌な場合もありますよね、うん、いやまあ俺なんか野手だったけど、何が嫌なの、なんかこっぱずかしいなみたいな、よしいいとこ見せてやるみたいな、そんな感じがなんかこう気遣っちゃってさ、なんか打たなきゃなんとかさ、なんか変な気持ちになるよね。若い世代というか最近の人は多分それを力に変えれたりするんですかもね。すごいな。ですかもね。するんでしょうね。本当に。はい。ね。まあ一勝一敗というね、はい、痛み分けでした。はい。はい、続いてパリーグです。はい。はい、こうなりました。ちょっとパリーグは試合数がもともと少なかったんですよね。そうだね。1日だけ3カードあって。はい、残り2日は2カードずつの予定だったのがさらに1試合ちょっと中止になったのね。そうそうそう、ということで、まあ、3連戦を行ったのはこのカードで日本ハムとロッテね。そうそう、でソフトバンクは1試合やって移動日を入れて今日やる、これはもともとの予定通り、うん、で楽天とオリックスは1試合中止になったので1試合しかなかった、もともと2試合の予定だったのにね、はい、はい、ということで日本ハムとロッテはロッテが2勝1敗の勝ち越し、はい、ソフトバンクと西武は1勝1敗ずつということですね、うん、はい、楽天とオリックスはオリックスが一緒ということで勝ち越しになりました。はい、はいはい、日本ハム対ロッテ、はい、ね、2位と3位の戦いということでね、えちょっと ね日本ハムが心配だよっていうふうに、日本ハムは貯金がない、ね、5割からのスタートということでね、そうそう、うん、でロッテはちょっと乗ってきたという ね、まあ、そんな感じがして、はい、で日本ハム金村、細野、上原、うん、ロッテはメルセデス、田中、はい、西野ね、1試合目8対3日本ハム、うん、まあ日本ハムが連敗を5で止めたという試合なんだけども、はい、まあ、先輩先発金村、うん、そんなに良くなかったんだよね、うん、で6回91球、はい、9安打3三振2四球の3失点、先発転向後、うん、一番悪かったんじゃないかなと思うんだけども、はい、先発で初勝利なんだよ今シーズン。おー、そうですね。なんか皮肉なもんだよね。そうですね。もう本当にねビシッといってる時は勝てないのに、まあ今日はこの試合はちょっとフラフラしてたんだけども、うん、勝ちました。よかったですね。はい、うん、2回ロッテ高部の1号ソロで先制されるんだけども、はい、4回郡司、うん、7号ツーランで逆転、はい、で5回はここは見事だったね、うん、タミヤが、はい、ね、日本ハム、うん、先頭でセーフティーバントで内野安打、ね、ね、うん、盗塁を決めた後、うん、上川畑がツーランホームランと、はい、ね、まあ、ツーランホームランというのはできすぎかもわからないけども、うん、ここでタイムリーヒットが出るのがやっぱり日本ハムらしい、うん、やっとなんかねこういう攻撃が出てきたんだよ ね、 ね、でね、6月は1桁の盗塁数だったんだよ、うんうんうん、9、7か9だったかな、はい、でその前の月は20何個走ってんだよね、うん、全体で。なるほど。いやだからね、その勝敗を落とすとともに盗塁数も激減してたんだけども、はい、つけ始めにね、うん、こうやって足を絡めて点を取れたっていうのは、まあ日本ハムらしさがちょっと戻ってきたのかなという感じがするよね。うん、で11安打8点8得点、うん、まあらしさが戻ってきたなというね、うん、まあ感じがしました。
でロッテは、はい、なぜかエスコンで7戦7敗、もうセリーグにもねここでは勝てないよっていうチームがありましたけど、まあそうだね、なんかちょっとやっぱ相性が悪いんですか、いやなんか相性が悪いんだな、なのかね、なんですか、エスコンはなんか、まあ、ヤクルトが松田で勝てない、まあそれと同じような7戦7敗というね、それがまた増えていくと余計なんかこう意識して、まあそうだね、勝てなくなってしまいそうですけど、はい、うん、で2試合目は、はい、9対6、うん、ロッテが勝ちました。そう、これはね初めて屋根開けたんだよ、ああロッテ戦だからじゃないかって言われてるぐらい、それ変えなかったらよかったのになと思って、雰囲気を、ロッテはやっぱりこう風とかし、そうなんだ、そういう運が得意なんですかね、だから風も感じたって言うんだよねエスコンでちょっとまずいなみたいな、うん、なんでこの日を開けたんでしょうかね、え、まあまあそれはやっぱりね開閉式だから、そういうファンを楽しませてあげるとか、特に雨が降ってない時はそういう基準はないんですかね、まあまあ特にないよね、なるほど、うん、で2回、はい、2つのフォアボールからね、細野、はい、2つのフォアボール出したらダメだわ、ね、連続で、うん、で佐藤が先制のスリーランかまされましたよ、はい、大学の先輩にやっぱね細野って球速いし、はい、変化球が切れてる時はめちゃくちゃ高騰するんだけども、うん、この日もね決してね悪いとは思わなかったんだけど、はい、やっぱ大学の先輩だな、うん、後輩、うん、なんて話入れてるよみたいな、うん、そういう気持ちになっちゃうんだよね、なるほど、で逆に相手を過大評価しないんだよ、なるほど、なるほど、やっぱ後輩だと分かる、この気持ち、なんか上から押さえつけるような、やっぱそんな感じがあったんだろうね、それもなんかこうね3年4年で一緒に試合に出てたとかそういう関係性でもなかったってことですね、あ、まあ、そうだね、うん、しかし3回、はい、レイエスの満塁ホームランなどで5点を取り、うん、逆転というね、レイエス選手ね、ああ満塁ホームランまた打ってくれたね、そんなそうそう打てるもんじゃないですけどね、そうだよ満塁ホームラン、はい、はい、で勝利投手の権利を細野が握るんだよ、プロ入り初勝利かみたいな、うん、6回からマーフィー、はい、12球、マーフィーが、うん、12球で、うん、2本のヒット、はい、1つのフォアボールで3失点、うん、ねえ、マーフィーからザバラに変えるんだけども、マーフィー投手はアウト1つ取れなかったんですよね、そうなんだよ、うん、でザバラに変えるんだよ、で22球2本のヒットに1つの三振、2失点、どうしてこれ外国人同士が外国人投手が5失点というね、6回に、ね、これで田中に勝ち投手の権利が移るんだよ、これも勝ったらプロ入り初勝利ということで、ね、でまあその6回には、まあ、エラーもねザバラがしちゃうんだよね、バントをね、なかなかね厳しかったんですよね、ほんとね、なんかレイエスが満塁ホームランを打つと勝てないんだよね、うん、で田中ね、うん、田中紹介しておきます、はい、ね、5回81球、うん、5安打、はい、3三振、うん、2四球の5失点、若干20歳、はい、でプロ初勝利、うん、ね、日本文理 大附属からロッテ、はい、で2年目ドラフト3位で入団という、ね、本当ね、プロ入り2試合目かな登板が、はい、で初勝利をもぎ取ったというね、よかったね、まあいい素材だね、うん、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、ね、まあ、5失点というのはね本人もね、うん、まあ、納得するような、まあ、数字ではないとは思うけども、うん、でも勝ったということはね、まあ、非常に嬉しいし素直に喜んでいいと思うね、はい、本当にね、よかった、おめでとうございます、はい、まあちょっとこのマーフィーからザバラ、うん、これはねなんかねよく見るんだよね、ちょっとゲームが落ち着かなくなるっていうシーンを、うん、だからやっぱこれ連続で使わない方がいいかもね、この日はマーフィー投手、この日はザバラ投手みたいに、まあそうだね、まあマーフィー言っといて誰か挟んでザバラとかさ、そういうのザバラが先に行くとかさ、うん、なんかねマーフィーがねどうしてもね、うん、
なんかこうしっくりこないね、俺の中で。そうか、そうなんですね、うんうん、まあ、だからそこら辺はちょっと考えた方がいいかなっていうふうには思うね、うん、はいはい、で、ロッテがエスコンで勝ったという、うん、で、3試合目、はい、3対1ロッテ、うん、まあこの日はまあ両先発投手はね、うん、非常にあの気迫を持って投げたと思うんだよね、はい、で西野7回84球、うん、4安打3三振2四球の1失点まあ好投してくれるんだよ、はい、で初回日本ハムね先制します、うん、はい、ワンアウト2、3塁、うん、郡司がセカンドに内野ゴロ打つんだよね、うんうん、でセカンドゴロ打つっていうことは、うん、2、3塁だから、うん、セカンドランナーもサードに進むんだよ、はい、だ非常にね自分の欲だけでヒットを打ちに行くんじゃなくてしっかり先取点を取り、うん、またそのなんていうのセカンドランナーもサードに行って、はい、何かあったら点が入るような形を作るんだよね、うんうん、あまあなかなかいいなと思って、はい、あまあ日本も非常に滑り出しいいよと思ったのね、はい、で上原、うん、ピッチャー、はい、5回3分の1、うん、81球10安打2三振、うん、1四球の3失点、はい、ちょっと打たれすぎだけどもさ、そうですね、10安打ね、うん、ただね要所要所をバッターのタイミングを外してゲッツーを取ったりだとか、うん、工夫がすごく見られたんだよね、うんうん、だからまあ好投とも言っていいんだけども、はい、まあ三振で5回2アウトから、はい、まあ藤原、高部、小川の3連打で逆転されるんだよ、うん、やっぱ藤原が戻ってきたっていうのも大きいし、うん、やっぱ高部が1番に入るともう本当にやらしい活躍するし、うん、まあ小川もしぶといしね、ね、うん、でその5回裏、はい、磯畑が3塁、ワンアウト3塁から、うん、水谷のショートゴロでホームつくんだけど、はい、間一髪アウトだと俺セーフに見えたんだけどね、間一髪アウト、いやここで1点を返してたら、うん、まあ3対2になって、はい、これゲームはね本当に分からなかったと思うんだけど、うん、あそこでアウトになって流れが止まったね、うん、だから痛い、まあもう磯畑も精一杯だし、うん、まあショートの小川のファインプレーっちゃファインプレーなんだよね、うん、まあ、見事に磯畑を刺したよ、うん、まあ球界で多分ナンバーワン足が速い選手だと思うんだけど、うん、いや見事に逆シングルで取ってね速いプレーをした ね、 ね、はいはい、そしたら6回、はい、安田がセンターオーバーの2塁打でタイムリーヒットになるんだよねこれが、うんうん、これがね低めが低めになんかワンバウンドするような低めをバットで拾ったんだけどよく伸びたね、やっぱ安田力あるな、ね、まあ5回裏に磯畑がアウトになった、その磯畑の頭の上を抜けてったけどね、まあなんていうの流れ的にここでタイムリーヒットが出るって言ったらもうロッテのゲームかなというふうに思ったね、うん、でまあこれで3点目、はい、まあ、3対1、うん、ロッテが連勝という、はい、でまあロッテはまあ、安田も帰ってきたし、まあ、藤原も帰ってきたし、うん、まあ、高部はいいし、うん、まあ、非常に若手が充実してきたし、まあ、小川とかもね、うん、友杉もいるし、はい、だから非常に勢いが出てきてる、うん、まあ、角なんかはしっかりしてる、大木のも一生懸命やってくれてる、うん、だから野手はもうかで最後沢村が締めたんだけど、はい、沢村もこういう使われ方すると息に感じてやる子だからさ、うん、いやだからまあいい具合にロッテは回ってくる、まあ、心配なのが借金1になった日本ハムね、いつの間にかね、やっぱねここはね先発ピッチャーが頑張れてないんだよね、うん、だから先発ピッチャーがもうとにかく完封するとか、うん、そのぐらいの勢いでやらないとちょっと悪い流れは止まらんかなっていうような気がするね、うん、うん、だからまあちょっと頑張ってほしいなと思うね、はい、ここら辺はね、うん、まあそういう3連戦でしたね。オールスター発表になって日本ハム勢すごいですけどね、いやいや頑張らないとな、恥かくわけにいかんしな、ね、オールスターでな、すごいですね、そうそうそう、あんなこと今まであんま
記憶にないですけど。そうだね、うん、だからまあ日本ハムって昔ね組織票でどのこのあった時に、うん、まあ辞退した選手も結構いてね、うん、でも今回のあれだけの選出っていうのは本当に実力だと思うし、うん、だから胸張って出てほしいしね。すごいよ、うん、本当に。まあそのためにはチームがねやっぱもう少しいい状態でもう少し貯金を作った状態で生かしてあげたいね。ね、まあ、頑張れ日本ね。ね、はい、はい、でソフトバンク西武、うん、ね一勝一敗ということで、はい、まあ、ソフトバンクは有原大関、うん、西武は羽田竹内ということでね、うん、で、まあ、3対2ソフトバンク、はい、1試合目はね、うん、まあ、有原がリーグ単独トップの8勝ということ、ね、で7回116球6安打、うん、9三振1四球の2失点、うん、まあ、8勝3敗、はい、防御率が 2.06、うん、もうね本当にねひょうひょうと投げていつも2点で抑えるねすごいね。いや本当にね、うん、まあ彼の中では力を入れたりとかする時もあるんだろうけども、うん、本当ひょうひょうと投げてるというね、うん、まあ、そんな感じがするわ。なるほど。で3回、はい、まあフォアボール、うん、デッドボールのランナーを置いて 今宮がきっちり送りバントするんだよね、うんうん、で栗原に回した、はい、うん、栗原の頭のここら辺をボールが通るんだよ、うん、まあ、制球が悪い肌だから、うん、でひっくり返るんだけど次のボールスライダーを先っぽに引っ掛けてライト線に持っていくんだけどもさ、うん、はい、まあそこら辺のなんかこう肝の座り方というかさ、うん、やっぱね残像が残るんだよね頭の上とかボールが来ると、うん、だけどその、次のボールとかをタイムリーするあたりがやっぱすごいな。なるほど。やっぱ2点先制というね、うんうん、で6回には出ました、はい、出ました。山川が13号ソロホームラン、うん、これお前聞いてびっくりしないでよ6月1本もホームランがなかった。そうなんですよね。このアーティストがびっくりしましたよそれ聞いた時に、はい、ね、久しぶり感はありましたけど、うん、まさかそんな一月ね。そうでしょ。そういう記憶にしたのは近藤の活躍なんだよ。なるほど。近藤が全部山川の後で拾ってくれるから、うん、山川のせいにならなかったんだよ、うん、近藤の存在っていうのはやっぱでかいなあ。ねえ、うん、ただこれは山川が、ね、うん、7月頭に打ったということは、うん、これから少しずつ調子を上げていくぞっていうような、うん、まあ、そんな、まあ、表示でもあるし、うん、まあこれからもっとなんか怖いソフトバンク打線になってくるのかなというような感じがするね。うん、ただやっぱこう考えると、まあ、山川打った、うん、ああよかったなって思うけど、うん、いや今までこんなに打ってなかったのになんで騒がれてないって、まあ、調子が悪いっていうのは分かってたけど、うん、でもやっぱ近藤が全部追払いをしてたというね、まあ、非常に近藤の存在は大きいな、ね、はい、で7回、はい、西武は西川が、チェンジアップをツーランホームランという ねこれまあ見事だったね。このあのバッティングカウントになったんだ、チャンスになったんだよね、うんうん、でチェンジアップをで取りに行ったんだよ、はい、有原が、うん、それを見事に捉えるんだけどさ、やっぱ若手でもこうやって、うん、でまっすぐだけじゃなくてカウント球でチェンジアップを待てて打てるっていうのは、うん、まあ、非常にこれからつながると思うよね。なるほど。はい、ただただまっすぐを待つんじゃなくて、うん、やっぱそうやってちょっとひねって考えると分かるような配球もあるんでね、うんうん、だから見事なホームランだったなというふうに思います、はい、今季第1号ね、はい、うん、で羽田はやっぱちょっと制球が悪そうねえ、なんか、うん、なんかこうね注目してましたけれども、そうだね、うん、ボールに力があったりだとか、持ってるボールは一級品なんだけど、はい、やっぱそれをコントロールできるだけの自分の精神状態だとか、うん、やっぱこう体幹の強さだとか、うん、そういうのを身につけないとちょっと今後も苦しむだろうなっていうのは思うね。なるほど、はい、やっぱりね、いろいろとこうね性格だったりそのね
ピッチャーの特性っていうのはあるんでしょう、まあ、で2試合目が4対0、はい、西武、うんね、西武が完封リレーということで、ねえ、まあ、竹内いいなやっぱり、うん、8回119球、はい、4安打6三振無四球無失点というね、はい、まだ負けはなくて5勝目です、うん、そうだよ、はい、でアブレイユが、まあ、最終回を締めたというね、うん、まあ見事やったな、ね、で大関、はい、で大関も悪くはなかった、うん、で6回102球、うん、4安打4三振1四球の1デッドボール、うん、2失点という ね、 ね、うん、まあ2回満塁から外崎が2点タイムリーヒット、うん、はい、ね、この満塁を作るにあたって、うん、松原が、まあ、今日9番で入ってるんだけども、はい、あの8球粘ってね、うん、フォアボールをもぎ取るんだよね、うん、で西武っていうのはさ意外と淡泊なバッターが多くて、うん、三振 OK みたいなバッターが多くてね、うん、まあだけどこういう松原がねこういう粘りを見せながらフォアボールを取っていって満塁にする、うん、そしたらね大関もねやっぱしんどいと思うんだよね、うん、マウンド上にいるピッチャーはだからやっぱこういう松原が8球粘ってフォアボールを取ってまあ満塁になって、うん、まあこのフォアボールが満塁になったわけではないけども、はい、満塁の引き金をつけ、外崎が返す。まあこういう攻撃ですよ、やっぱ粘ってね、うん。で、9回にはその松原がタイムリーという、ね、もうご褒美みたいなタイムリーだから。いや、本当に。うん、まあ神様が与えてくれたというかさ、ね、で、滝沢がタイムリー内野安打ということで、はい、まあ都合4点取るんで。やっぱこう、献身的に粘って粘ってとかさ、うん、そういうことでもうヒット打つのはまあ一番いいんだろうけども、うん、いやフォアボールだっていいんだよっていうようなね、まあ、気持ちでやってるとやっぱ9回にタイムリーが来たりだとかさ、うん、やっぱそういうことになってくるなっていうふうには感じるね、うん、この松原のこう献身的なね、バッティングを見てるとね、うん、はい、はい、でねソフトバンクの方は今日はちょっとお休みだ4安打しか打てなくて、うん、まあ相手もフォアボールはゼロ、うんね、くれなかったということで、まあ、完封されるんだけども、うん、まあ今日はちょっと竹内も良かったしアブレイブも良かったんで、うん、まあ仕方ないかなっていうような感じがするね。なるほど。まあまあ休んでもいいでしょう、ソフトバンクは少しぐらい。ちょっとね。なあ。ねえ、すごい、そうね、この一敗はそんなに応えてないですかね。はい。最後。はい。ね、楽天対オリックス。うん、ね、4対1。はい。オリックス。はい。まあ、楽天は内、オリックスは外に、はい、ね、で今日中止ということでね、うん、で昨日か中止は昨日が中止、ね、昨日中止だね、うん、はい、で、まあ、1試合しか行われなかったんだけども弘前ではい、はい、そうだね、うん、外に、はい、7回112球、うん、6安打7三振3四球の1失点というね、はい、5勝3敗、はい、防御率が 2.29、うん、まあ、交流戦で、阪神に1勝、うん、あとの4勝は、楽天戦ということで、なるほど、5勝3敗、うん、で5勝の内訳は4勝が楽天、うん、1勝が阪神ということで、うん、やっぱちょっとカモにされてるなっていうのがあるよね、うんうん、2回フランコの犠牲フライで先制、はい、5回、うん、オリックスの攻撃ワンアウト1・3塁から杉本、はい、ラオウが3号スリーランホームラン、うん、で逆転というね。で6回は森ヒット、紅林が送り、西川のレフトフライを阿部がラッキューという、うん、どうしちゃったんだみたいな、ね、あんなフライラッキューするかなっていうようなフライだったんだけども、うん、でワンアウト2・3塁になっちゃって、はい、まあセデーニョが、うん、まあ、タイムリーヒットで4点なんで、でうち、はい、すごくねいいんだよ、悪くはないんだよ、はい、で5回89球、うん、4安打1三振、まあ、3四球3失点ということで、やっぱね一発病みたいなのがあるね、うーん、でランナーを置いてやっぱちょっと力むんだろう ね、 ね、より力を入れようと思って甘く入って、力を入れた分だけ球が走らないという、うん、多分悪循環なんだと思うよ。本当ですね、うん、だから
本当に素材はいいだけに、うん、そういう時こそなんかちょっとした工夫をね覚えると、まあ、どういう工夫がいいかというのはもう明確にはちょっとわからないけど、うん、まあ、話したこともないし、まあ、ピッチングを間近で見てるわけじゃないから、うん、でもそのアドバイスをくれる人っているんじゃないかなっていうような気がする、うん、だから、ね、こういうところで一発をよく食らってるイメージが強いんだよね。だからもったいない感じがするよ。なるほど、うん、ね、それでこの試合で西川が2安打、はい、この日はね4番から6番になってるんだけども、はい、やっぱポイントになるんだよね。西川が、うん、西川が打ってつないだりだとか、はい、塁にやっぱつながってくるんだよね、うんうんうん、だから逆に言えば打たなかったらブレーキになってるっていうことだよ、うん、なるほど、うん、だから、ね、ここはねオリックスは西川次第者かなっていうような、まあ、そんな感じがします。はい、はい、で楽天はね交流戦後2勝6敗1分け調子をガタッと落としてるという。交流戦明けはすごくね最初は良かったですよね。まあ1試合だけねだからそこからパタパタッと連敗になったりとか、うん、まあいろいろしてるんだけども、まあ、ちょっと踏ん張りどころだな、うん、もうオールスターまでなんとかね食らいついていかないと。そうですね、うん、まあそういう3連戦を振り返るでした。はいね、まだまだ暑い日が続くし、なんかこれからっていう気がしますよ。だってまだ梅雨明けてないですから、うん、そうだね。これどうなるんですかね日本の暑さは。まあね少しずつピッチャーに影響が出てきた、まあ、からちょっとね打撃戦が増えてくるかもわからない、ちょっとねドームはいいですけど、いや外は、ね、ドームはいいよ。外は大変だよ。しかもデイゲームとかになってくると思うね。まあ、まあデイゲームもそろそろねもう考えないとね。本当ね、うん。って言ってたら高校野球も始まりますので。まあ、まあそうだな。これ本当ね、日本の夏が暑すぎて、うん、ちょっといろいろ対策考えないと大変ですね。まあそうだな。うん、まあまあ明日もね、まあ試合があるんで。そう。まあ頑張ってほしいと思いますけども。明日は。はい。ヤクルト巨人。ヤクルト巨人な。中日広島。はい。中日広島。阪神 DeNA。はい、阪神 DeNA。はい。西武ロッテ。はい。ソフトバンク楽天、パリーグは2試合ですね。ああなるほど。はい。でパリーグもう一つのカードがオリックス日本ハム、土曜日日曜日とありますね。いや日本ハムちょっと踏ん張りどころだな。ね。絶対宮城が来るしね。しかもあまあ京セラドームなんでね暑さは大丈夫ですかね。まあまあそうだね。うん。まあでも阪神も DeNA とでしょ。ね。あ、うん、でも土曜日は神戸ですね。なるほど。うん。まあまあ面白いカードはね、はい、続くけどもちょっとね暑さとの戦いもありますし、まあ、暑さ対策もしながら本当にね、うん、まあ頑張ってほしいね。豊川さん試合出ないけど暑さ対策しないと。まあそうだそうだ、うんね、皆さんもね気をつけてください。はいはい、まあという3連戦を振り返るでした。はい、ありがとうございました。まあ